2022年10月2日と3日の2日間、石川県かほく市高松海岸で第43回 G 杯争奪全日本ガマ投げ棋士選手権が開催された。ザ・ファイナルと銘打たれた通り、1980年から続く大会は今回をもって最後となる。試合に先立ち、民宿山十にて矢野勝彦審査委員長から競技説明が行われた。最後まで B 杯釣っていただくと思うんですけれども、必ずその90分以内に、道具をちゃんと片付けて、その微着旗にこうタッチしていただいて、それから計量に向かうように。続いて予選の組み合わせ抽選。シード選手と全国地区予選を勝ち抜いた22名の精鋭が3組に分かれて戦う。予選 A 組は前回大会優勝の小島健二選手、2位の小竹選手、3位の米田選手がいきなりぶつかる驚きの組み合わせとなった。今日下見したので、サイズも小さいやつだったんですけど、小針にして、それでそうですね、多点針にして、10本なり15本なり針いっぱいつけて、それを、多く釣ろうと思います。最後ファイナルということなので、できれば、表彰台に乗って、まだ名前をちょっと残したいなとは思います。予選 B 組は第37回準優勝の鈴木選手、地区予選後高松海岸に通い詰め勝利に貪欲な沢谷選手など強豪が激突。予選 C 組は過去 G 杯を制したこともある伊藤選手、ガマカツフィールドテスターで高松海岸が地元の大野選手、最後の G 杯で頂点を目指す。魚のいる距離が狭いので、本当に何て言うんですか、そこ集中的に手返しよくテンポよく打ち返すことができれば数稼いでいけるかなと思います。明けて10月3日、審判の入念なタックルチェックを終えた選手は各組に分かれて予選エリアへ向かう。戦いの幕が切って落とされる。数釣り技量を合わせたこの日本一ナンバーワンというのは、僕の知っている限りでは G 杯、これが全てだと思います。ここの高松海岸はですね、これから秋終盤にかけて落ちギスといいまして、小さなキスが波打ち際で、結構まとまるような習性がありまして、そちらが数を釣れるっていうような海岸になっています。予選のエリアの特徴はですね、ABC と3ブロック取ってあるんですけれども、30メートルぐらい前のところにちょっと深場のところがあるんですけれども、全てのゾーンが同じような感じのゾーン設定となっております。予選は各組が3エリアを回り3試合行う。1試合90分、釣り上げたキスの総引き数を競う。3試合の合計で各組の順位を決め、上位2名が決勝に進出。同引き数の場合は総重量の重い方を上位とする。午前6時試合がスタート。シード選手が顔を揃えた A 組、開始早々小竹選手がポイントを移動。キスは岸寄りに接岸しており、 1,2 色の近距離を釣り合う展開となった。1回戦で最も釣果を伸ばしたのは原田選手、18匹を釣り上げ優位に立つ。試合終了前に帰着旗にタッチして検量へ。
1回戦は原田選手がトップで終了。18、18、エリアを移動。前回覇者の小島健二選手、1回戦で12匹、2回戦で18匹と安定した釣果を上げる。18、はい、その小島選手に対しメラメラと闘志を燃やす第39回大会覇者の米田選手。しかし2回戦3回戦で引き離され、無念の予選敗退。チャンピオンに返り咲くことはできなかった。1回戦、2回戦、3回戦と試合が進むにつれ、バーレして魚影が薄くなり、僅差の戦いになった。前回大会2位で優勝候補の一角小竹選手は釣果が振るわず悔し涙を飲んだ。小島健二選手が貫禄を見せつけ、1位で予選 A 組を突破。原田選手は序盤のリードが走行し、2位で通過した。B 組は1匹を争う大混戦となった。互いの動きを見逃さず、隙あらば移動を繰り返す。是が非でも決勝に進みたい沢谷選手、序盤戦は好調下で予選突破に一歩前進。沢谷選手を上回ったのが鈴木選手。1回戦で18匹、2回戦で16匹と沢谷選手に1匹差でリード。15、16、17、18、間違いないね。B 組は2回戦以降連掛けする選手が続出。勝負は最後までわからない。3回戦に入り、上位陣が伸び悩む中、猪熊選手は猛烈な追い上げで大逆転。予選 B 組は41匹で鈴木選手と猪熊選手が並び、重量差で鈴木選手が1位。沢谷選手は40匹を釣るもわずか1匹に泣いた。予選 C 組、大前選手は1回戦で3番手、2回戦で2番手、3回戦で1番手と尻上がりに調子を上げる。ほとんどの選手が近距離を攻める中、杉澤選手だけが遠投。沖のポイントに活路を見出す。第35回大会覇者で G 杯常連の伊藤選手、1回戦で18匹を釣り1番手につけ好発進。伊藤さんですね、はい、3、4、18、
初の表彰台を虎視眈々と狙う大野選手。1回戦で17匹、2回戦で他を圧倒する16匹を釣り上げ、予選をトップで通過した。15、16尾です。全てのブロック僕ずっと歩いて見させていただいたんですけれども、1回戦2回戦終わった段階で各チーム2人ずつ少しだけ抜けてたんですね。でそのまま行くかなと思ったんですけれども、その2回戦の最後に僕の目の前で7連をされた方がいて、これ魚の部位が少し変わってきたなと。だから3回戦でひょっとしたらもう繰り上がるっていうか、もう大逆転が起こるよっていうことを大体予想していた通りになりましたね。予選 C 組の結果はご覧の通り。大本命の伊藤選手は終盤に失速し決勝進出ならず、大前選手が2位に入った。激戦を勝ち抜き決勝に駒を進めたのはこちらの6名。果たして誰が最後の G 杯優勝に輝くのか。決勝は90分、予選と同様に総引き数を競う。選手は少しの休憩を挟んで決戦へ。技と経験値、そして気力体力で上回った者が栄冠を手にすることができる。12時半スタート。審判団は決勝の舞台にある仕掛けを準備していた。左端と真ん中、少し右側と、決勝のエリアはポイントに少し変化をつけてみました。人それぞれ好きなポイントはあると思うんですけども、どの選手がどこへ入るかっていうのをもう想像しながら、決勝のエリアは僕ら設定側も楽しみにした範囲設定とさせていただきました。決勝も近距離勝負。開始早々大野選手が4匹を釣り先行する。続いて小島選手が7連掛け。そして鈴木選手が猛チャージ。どの選手も卓越した技量、勝負感を発揮。序盤は一進一退の攻防が続く。試合が動いたのは15分過ぎ。エリアの真ん中から右側に移動していた大野選手。9連掛けを成功させる。餌付け、出返しの速さが勝負の分かれ目になると試合前に語っていた大野選手。テンポよくキスを回収し仕掛けを打ち返す。大野選手の超過を見た他の選手が続々と大野選手の周りに移動。こうした駆け引きも投げキストーナメントならではだ。開始からおよそ30分、
多くの選手がエリアの右端に集中する劇的な展開に。一色ほどのところに晒しが立ち浅瀬があった。これが審判団の用意した仕掛けだった。エリアの中で最初、順番通り入っていって6人がある程度バラバラになる、そこまでは想定してました。僕が思ってたポイントっていうのは結構ピンポイントしかなかったんで、ひょっとしたら集中するんじゃないかと、一番ポーンと抜けてた一人だけ抜けてた大野選手、そこへみんながかぶさっていったんですけども、いわゆる歯口にキスが溜まっていると確信した大野選手は18本針の仕掛けを操り10連掛けも成功、他を突き放す。エリアの右端に5名の選手が偏る中、左側にとどまり己を貫く小島選手。餌取りに悩まされながらもひたすら我慢の釣りでじわじわと差を詰めていく。しかし大野選手もペースを緩めない。中盤以降も8連、6連と怒涛の連掛け、まさに大野劇場だった。そして迎えた検量、小島健二選手。お願いします。それではまず水洗いをお願いいたします。1、2、3、25、26、27、大野雅宏選手お願いいたします。こちら上がってください。はい、はい、お願いします。カウントお願いいたします。1、2、26、27、28、41、42でございました。そして試合が終わればノーサイド、全力で戦った仲間を称える。第3位は猪熊弘典選手です。おめでとうございます。どうぞ。第2位は小島健二選手です。おめでとうございます。第1位は、そして42匹圧倒的な超過で大野雅宏選手が初優勝。喉から手が出るほど欲しかった G 杯、最後の大会で歴史に名を刻んだ。右側の一色ぐらいの背の内側がちょっと塩が溜まってるみたいな、よれてるみたいなポイントを見つけたんで、その中にピンギスが溜まっとるんじゃないかなと思って移動してそこを攻めました。キタギツネの 2.5 号っていう、キツネ系の針で僕が使う中で一番小さい針なんですけど、ピンギスの吸い込みに一番僕は抜群に効くと思ってるんで、置きっぱなしの仕掛けだと針が張ってないんで、魚がやっぱかかりにくくなるんですね。で、常にゆっくりリーリングして仕掛けを張ってやるような状態で、仕掛け、餌を追っかけてきてついばんだ瞬間にもう針がかりするような感じで常に針を意識してさびきました。ガモカツのフィールドテスターをやらせてもらっている立場で最後の G 杯を取れたっていうのはもう本当感無量ですね。はい。決勝戦の結果はご覧の通り。長い歴史を締めくくるにふさわしい熱戦の数々、技の応酬、素晴らしい超過だった。参加してくださった皆さんにまずはお礼を言いたいです。今回の
ファイナル終わりましたけども、まあ、選手の皆さんのその一人一人の個人の妙技ですね、15本針20本針っていうのを投げ込んで、それをもつれることもなく魚をかけて上げてくるっていう技、そういうのを見せていただいて、もうとても勉強になりましたし、これからもどんどんこういう投げ釣りっていうのはもうなくなるもんじゃないなと確信しました。たとえ今回で G 杯が終わっても、40年以上にわたって築き上げてきた投げ釣りイズムはずっと受け継がれていく。歴代の出場選手、全国の投げ釣りファン、そして未来の投げ釣り師へ、選手たちの清々しい笑顔が全てを物語っていた。ありがとう G 杯。今のコロナ禍によりまして延期された G 杯ですけれども、やっとのことで開催できると思ったら最後の大会、思いもよらない知らせでした。まあ時代の時代の流れとはいえね、私たちの時代でこの G 杯投げる、頑張って院長裏話になってしまいますけれども、ガマカスの小泉市民から僕の電話がありました。矢野さん、今回参加選手が23名なんです。で ABC3 組で人数割りすると1人足りない計算となってしまいました。ガマカス推薦枠としてどうですかみたいな。でもね、この話が僕でなくて田中テスターや林テスター、岩野テスターのところへ、ね、西向君のところへ行っても多分同じ答え、ここへ参加する資格があるのはここにおいでる23名の皆さんだけなんです。どうもありがとうございました。